平野翔が一夜で日本中にとどろいた。テレビ CM が示す新たな広告戦略の主要。平野の仕様のデジハリインフォマーシャルから学ぶ SNS 時代のテレビ広告の可能性。この CM はデジタルハリウッド大学が毎年制作しており、今年は2月10日に平野の仕様さんの起用が発表され、30秒の WEBCM バージョンが YouTube で公開された。 そして2月16日に MEX ステーションで60秒バージョンがオンエアされ、番組ハッシュタグ、M ステと共にトレンド入りした。平野仕様の就任中、ナンバー、愛の広告、運営に関する発言が大きな反響を呼び、放送当時、現在の検索におけるデジタルハリウッド大学の研究数が多く、ヤフーのリアルタイムの研究数を上回った。会社、やった。これは単一のテレビ CM では非常に珍しい現象であり、 平野紫耀の人気と CM 内での発言が大きく影響したと考えられる。デジタルハリウッド大学では毎年新たなテーマに挑戦するアーティストを任命しており、平野紫耀を今回のプロジェクトに起用したことが成功につながったと言える。前任者には、欅坂キザ46を脱退してソロ活動を始めた平手テ奈 B ファーストの成功に貢献したスカイハイ、復帰した宮脇桜がいる。また、ナンバー、アイが、 「ボートという曲をリリースし、YouTube で話題となり、m e s ステーションで放映された TVCM も注目を集めた。ファンの期待も高まり、次回の m e s ステーションでのナンバー、愛の出演にも期待が高まる。一方で、この広告の成功により、日本におけるテレビ広告の可能性が改めて注目されることとなった。従来のテレビ CM は放送時間を発表することが多かったが、 デジタルハリウッド大学では放送時間を事前に発表し、ファンや視聴者に自らの発言を促すという新たなアプローチをとっている。そのため、CM は単なる広告ではなく、ファン作品として位置づけられています。これは SNS 時代ならではの現象であり、企業、アーティスト、ファンが一体となってテレビ CM の放映を予告し、放送中や放送後に話題を最大化する効果的な手法として普及してきた。することが、 例えば、過去には ST の西川隆史さんとミゲルさん出演のライブ CM や人力夢出演バージョンが CM 制と売上貢献度で1位を記録した。近年、広告業界ではオンライン広告は成果が上がりにくく、ユーザーから嫌われ始めています。しかし、企業が企業文化や姿勢をアピールしたり、アーティストを起用したテレビ CM を制作したりすることで話題になっています。ディスカッションのトピック。 最終的に売り上げ増加の一環として注目を集めました。平野仕様の CM に見られるように、アーティストの影響力が増大し、テレビ広告の役割も根本的に変化している。企業は現在、自社の製品やサービスを説明するだけでなく、企業の姿勢や文化を示す必要があります。ファンを引きつけることが重要です。そして、あなたの仕事を通じて共感を呼び起こします。 結局のところ、デジタルハリウッド大学の平野紫耀の広告は単なる広告媒体ではなく、ファンの興奮と期待を煽る素晴らしい作品であると言えます。テレビ広告の実力と SNS 時代の広告戦略に今後も期待がかかる。